陰陽師プレイヤーの皆さん、こんにちは。小説家の京極夏彦です。この度スマートフォンゲーム陰陽師と私の小説のキャラクターがコラボレーションをすることになりました。果たしてどんな謎が待ち受けているんでしょうか。お楽しみに。今回私の小説から出張するのは、中禅寺明彦、通称京極堂というキャラクターです。彼は古本屋さんの古書店の店主、そしてもう一つの顔としてつきもの落としという人の心に救う悪いものをですね、追い出す仕事をしています。今回のそのコラボレーションではですね、現代ではない時代で、ある村で起きた、集団死亡事件というのが起きたそうで、生命とその仲間たちがですね、これは人のもの、人ならぬものの仕業ではないかということで調査に乗り出したんです。力を合わせて生命と中禅寺が謎を解いていくんですけど、謎解きが一体どんな形でね、行われたのか行われるのかというのは楽しみなところですし、生命と何千年も後の人間である中禅寺がね、力を合わせるっていうのも、これちょっと考えにくいことだから、ゲームならではのものですよね。ヤトの神というのは、日立の国不時下に出てくる悪いというもう恐ろしい、神様で、本来的にはですね、角の生えた蛇の形をしています。でこれは人間の暮らしの外にいる存在なんです。このゲームの面白さっていうのは、見えない我々にもちゃんとキャラクターとして妖怪を見せてくれる。妖怪を中心に置くことによって、あんなにリアリストの中禅寺がこんなにすごい世界に迷い込むことができるんだって、この自由さはね、多分小説ではなかなか書けないから、中禅寺も良い体験をしたことでしょう。皆さん、ゲームを始めると真相が知りたい、謎を解きたいっていう気持ちになるんでしょうけど、何よりもですね、身の安全を守ってください。宿の神というのは結構手強いですよ。で、中禅寺と一緒にですね、論理的に考えましょう。で、生命にも力を貸しましょう。そうすれば必ず謎は解けるはずです。このゲームは妖怪が出てきますが、ゲームをやることでですね、皆さん自身が妖怪文化の一端となるということです。皆さんでお化けを盛り上げていきましょう。楽しんでください。一つ覚えておいていただきたいことがあります。平安京でどんなにすごい魔物が暴れようともですね、どんなにすごいことが起きようとも、この世に不思議なことは何もないんです。